カンドンボンは、韓国の男優、モデル。身長186センチメートル。釜山生まれの小原育ちで一難、カズメの末っ子。関与大学校機械工学科卒業。2000年、大学の通学途中に、地下鉄でスカウトされモデルデビュー。パリコレの出演経験がある。2003年に MBC ドラマ、イフユー堂々な彼女で、俳優デビュー。 2004年映画狼の誘惑で初主演。2010年11月18日に中西南道のロンサン陸軍訓練所に入所。4週間にわたり基礎的な軍事訓練を受け、週間性の脱臼があるため公益勤務要員として服務を開始。12月17日よりソウル保健環境研究員で約26ヶ月にわたり勤務に就いた。 2014年、映画、群島で復帰、YG エンターテインメントに移籍。その後もファン・ジョンミンと共演した、華麗なるリベンジ、イ・ビョン・ホンと共演した、マスター、マスターといった主演作がヒットし続ける。グローバルなプロジェクトに参加することも視野に入れるようになり、2018年、津波エルエで、ハリウッド進出が決定し、主要人物の一人を演じることが発表された。 2021年には、これだ広和監督の映画、ブローカーへの出演も決定している。特技サッカー。趣味は、木工、シューズコレクション、運動、音楽鑑賞、ゲーム。公式サイトのプロフィールによると性格は多少打ち木。ザウの名は、友も者き社不条義ゆ者義ゆ不条学のもの。母語の他に、英語だけでなく、日本語も完璧ではないが話すことができる。 勉強したわけではなく、日本人の友人と話しているうちに上達したという、母方祖母の先祖に独立有効者がいる。母方の祖,祖父、李正一万は、日本統治時代の朝鮮で、鉱山業の大道工業株式会社を創業、朝鮮最大の均衡と言われた、長津鉱山開発権を確保し、鉱山王と呼ばれた。さらに、小作人に割リで土地を貸し、 30年後には無料にするプロジェクトを掲げた財団法人大道農村社を設立したほか、私立大道工業専門学校、大道出版社、大道鉱山組合などを設立した。戦後は北朝鮮に渡り、鉱山開発に関わり、最高人民会議大議員も務めた。愛国的企業家として、近日生に評価され、没後は、 資本家としては唯一ピョンヤンの愛国列資料に埋葬された。韓国では民族問題研究所の新日人名辞典収録者名簿に掲載されていることで日本統治時代の祖祖父の新日的行為を批判されたカンドンボンは恥ずべき過去であったとして2017年に謝罪した。俳優の婚友は血縁関係のない親戚にあたる。互いに不山出身で 祖父同士も親しい間柄である。ありがとうございます。